シドニーモノレールシドニーモノレールはオーストラリアのシドニー市内を走っていたモノレールの通称である。2013年6月30日の運行をもって廃止となった。シドニーモノレールは正式にはメトロモノレールといい、シドニー市内西部のダーリングハーバーなどの港湾地区やチャイナタウン、シドニー中心業務地区などを単線で結ぶ環状の路線を持っていた。 フォンドール社製のモノレールを採用し、全列車無人運転で、常時4本の列車が運行されていた。メトロトランスポートシドニーが運営し、モノレールの一部区間で同一事業体が運営する、メトロライトレールの路線と重複していた。料金は、1乗車につき4ドル90セントで、モノレールとメトロライトレールとの共通、1日券は15ドルであった。 1980年代半ば、シドニーのダーリングハーバーを中心とする50ヘクタールの土地の再開発計画において、中心業務地区と再開発地区を結ぶダーリングハーバーモノレールが構想された。1988年1月26日のアーサー・フィリップによるシドニー入植200周年記念日の開業を目標に建設されたが、期日に間に合わず、開業は、 同年7月21日に持ち越された。しかしながら、計画から開業までが26ヶ月という非常に短い期間で達成されたことは特筆される。試運転は同年5月から開始された。開業時は朝6時から深夜12時まで運行されたが、開業2年後の時点で乗客数は当初期待された半分程度であった。これは沿線に建設される計画だった。 カジノなどが建設されなかったことが影響した。当初はオランダの物流企業である TNT グループの TNT ハーバーリンクによって運営されたが、後にフランス系企業であるベオリアトランスポールグループのメトロトランスポートシドニーによる運営となった。9 4 0ト、mm、ル幅の箱型交換性軌道を20から4 0ル間隔に設置された橋脚で、 支える前線効果方式であった。軌道の最低地上高は5.5メートル、最小曲線半径は20メートル、最急勾配は途半4.4%、後半6.5%。交換軌道の側面に設けられた電車線から終電し、交換軌道の上面端部に設けられたガイドレールに沿って走行していた。車両には緊急需用として発電機が備わっていた。 列車制御と車両メンテナンスはコンベンション駅とパディーズマーケッツ駅の間に設けられた車庫で行われていた。夜間及び車両メンテナンス時には軌道を平行移動させるトラバーサーによって車庫へ入線させていた。各駅では原則と乗降、加速にそれぞれ40秒を要し、全線を12分で運行していた。全列車での1時間あたりの輸送量は5000人であった。 全列車無人運転が行われていたが、開業後数年間は自動運転に関する故障が頻発したため、一定期間戦闘車両に乗務員を配置した。スイスのフォンロール車 MK3 タイプで同メーカーの標準的なモノレールであった。コメンジ車が製作し、1987年に TNT ハーバーリンクへ納車された。列車は7車対1セットの編成で6編成が在籍した。 客扉は全自動。車内には先頭車両を除く6車体で48席があり、運転台が設けられた先頭車両を含めると56席となる。7車体のうちの6車体に 37kW の電動機を持ち、ゴム製の車輪を駆動し、平均時速 33km で走行した。床面の高さは全自動サスペンションシステムにより一定であった。 それぞれの列車は長さ32.12メートル、幅2.06メートル、高さ2.6メートルであった。全6編成中の第3編成が運用停止中で、残りの5編成によって運行されていたため、運行計画に支障をきたしていた。第4編成の最高尾車体は、第1編成が2010年2月27日に、 衝突事故を起こした際に最高尾車体を破損したため、第一編成に組み込まれた。その時、車体番号が変更された。シドニーモノレールの路線図全駅一面一線のプラットホームを有し、半時計回りで一方通行の運転形式を取っていた。列車制御と車両メンテナンスを行う車庫が、コンベンション駅とパディーズマーケッツ駅間の メトロライトレールのエキシビジョン駅直上に所在した。軌道と同一平面上に車両メンテナンス設備と車庫が設けられており、会場に列車制御施設と運営会社のオフィスが併設されていた。モノレールの建設にあたっては多分に政治的判断が付きまとった。ライトレールを建設した場合、モノレールと比較して建設費用を2000万ドル削減でき、 乗客一人あたりのコストも40%削減できた。シドニーの新聞による最近の調査によれば、シドニーモノレールは世界で最もコストのかかる交通システムであり、150メートル移動するのに4.9ドル経費がかかるとされる。キロあたりに換算すると、ロンドンビクトリア駅からベネツィアを結ぶ、オリエントエクスプレスの豪華な客室以上のものである。 ありがとうございます。